派手でいいですか。たまたま仲が良くってドッグランだから目の前が。タクマとかおらんよな、ここに。タクマいないって。もうタクマとかいないよ。ガチです、マジでね。それ勘違い、本当に勘違い。付き合ってるんだっけ。え、じゃあ本当そういうのじゃない、本当に。本当に付き合ってもないし、その、うん、ノーセックスなんてあるかいの。いや、本当本当、マジマジだって、ね、マジだって。ノーセックスあるか、マジだって。マジで。タバコ吸っていいですか。いいよ。タクマ君お泊まりやろ。全部え、お泊まりやろ。はい、これでいいですか。うん、これアイコス。じゃ本当にちょっとやめてね。え、なんでな。その聞きたくなるやん。勘違いだから。勘違いしろ俺、うん、もっと勘違いしようかな。いや本当に友達だよ。セックスの違う。本当にカヤクさんは、ま、認めるけど、だってそしたら、うん、もうちょっとじゃあコラボしてんじゃない。いやそれはあれじゃない、うん、配信上ちょっと具合悪いから。え、配信上ちょっと よろしくないなってなって、あれじゃないの。いやそんなことないよ。ちょ、あ、いてる、まゆちゃんのおちんぽきしちゃんさん。何ちょ、たこしこれ聞いてくれよって、うん、ズバッと聞いてくれよって。そこまで言っていいんかいて。でも何人もに言われた。でも言われたの。言われたからね。だから違うことは違うからさ、うん、ズボッと聞いてください、うん、ズボッとね。うん、あ、なんかゼロワンにふざけてやったって言ったのが、うん、なんかそっからだったのかな。あ、それは拡散したこと、うん、妊娠検査薬は。妊娠してるの、マジで。違う違う、え、違う違う、あれはネタ、完全にネタ。あの海外行って、うん、あの2ヶ月生理来なかったんだよね。私、うん、海外行くと生理が遅れちゃうんだよね、うん、なんか知らんけど、うん、それで妊娠検査薬しろって言われて、うん、まあ盛り上がるしいいかなって思って。妊娠下車。妊娠期じゃないけど、うん、生理が来ないからお前やれよって言われて、うん、妊娠検査しただけ。でも私はそれは何、あのしてないって分かってたから、別に最初からね。それは言ってたけど前もって、うん、私妊娠してないよって。にえ、たくまの首にキスマークは眉だって話だと。それも知らないしね、私。じゃあもうすげえな、もうあんたら何してんの、配信せんの。もだから違うって、マジで。配信しんか一致しんか知らんけど。だから違うって。ほんまに。うん、なんか、うん、なんだっけな、荻窪、荻窪の女がいたらしいよ。それミートスちゃん曰くね。たくまくん、たくまくんが、うん、ミータスちゃんと繋がってる時に、うん、荻窪の家に、うん、荻窪の女のところに迎えに来させられたんだって、うん、でそれがマユなんじゃないかって言われたけど、うん、でも分かるでしょ、住所知ってるから、うん、私違うじゃん、うん、荻窪じゃないじゃん、うん、あ、その検査薬したんですよ、ネタでやったんやろ。そう、うん、何もないのにしょっちゅう眉待ちみたいな配信するの、どういうことそれ。それよくわかんない、うん、それはよくわかんない。こんばんは。何がほんまに何がそうわからへん、新品かもしれない。俺はもうたくまくんとまゆちゃんは怪しいな思ってる。いや、たくまくんはね、匂わせるのが、うん、まあ仕事だから、
匂わせるスタイルなんだよね。もう匂わせだからもう匂わせ取り越してんじゃん知らんけどもう匂わせ切ってもうなんかたくまってなんかそうなんだよ。その時絡んだ人でちょっと匂わせるところがあるんだよね、うん、実際に匂いのもとありませんわ。あえて、うん、でも逆にそれさネタだからね。私はそういうのしないけど。やって大丈夫やって、うん、健全やって。うちは、うん、オッケー。いや私プラチナ落ちたの1日だけね。それはなんかたまたまなんか一瞬だけプラチナになったけど。これもらっていい？あ、いいよ。てんちゃんせっか。これいただきます。いただきます。これ かわいい。これかわいい。これ冷蔵庫に入る。これちょっと持ってくるわ。 T シャツと、うん、うちの子を見せに行く。ワンコ何匹？2匹。ちょっと待っててください。うん、行くわ。出れる？うん、ありがとうね。こんばんは。どうやった配信、うん、どうちゃうよ。別にそこまでせんで、うん、まだたらもう一展開欲しいってこと。なんか微妙。オールバックよ。ふざけてるやろお前。どこも行かねえ。こんなもんお前オールバックでどうすんのこれいやロビジサンバー行ったところでな、何もないやろって。うん、ロビジサンバー行ったところでそこよね。え、何人行ってるの？ロビサンバー、うん、何人が行ってるの？結構行ってるの？ミーコヨスさん01。あーそうなんや。酒飲んで終わりそうな気がするよな、うん、配信的に。ああ、さっさと来るじゃんな、うん、ミニコが絡まるあいつさ、晩明けやろ。晩明けでまたやんのそれ、うん、タバコないんやけど。タバコ吸いだよ。忘れたかな。白を脱ぎ、いやーミーコも多分ね、もう限界あるやろ。若すぎても下手にできんだいつも、うん、泉と原田スターライトどうなったん結局あれ、うん、スターライト え、マジで？あ、寿司食って終わり？あ、別に大したあれか、
弁当マジどうだ。いや弁当って普通だけど、うん、うまかったよな弁当。この時間誰か配信してるの。あでも言うとそんな配信しへんの誰もね、うん、誰も配信あれちょっとこれ吉木さんさ泉さんの家入ってる吉木さん誰の家これひでえな俺たちあかんのになんで吉木さんええのなんで俺たちあかんのにあの吉木さんええのこいたよこいたよ、うん、あスタメンやからか、うん、来週女の子 LINE 交換までお願いします。来週もやんのこれオールバッカーズ。オールバッカーズこれ来週もやんの。オールバッカーズやる。分かった。その意気込みがあるってやろうかオールバッカーズ。おやろもう来週またオールバッカーズあるんでね、うん、こんばんは。あ、来週知らあかんもこれ、うん、よく打つ、あ、頼むよ、うん、基本ループね、歌ループね、オールバッカーズ歌いませんじゃなくて歌ってほしい、そこは。来週ね、来週は11、12、13はちょっとぶっつダメやから、それ以外でいける。来週11、12、13はちょっとダメ。バッカーズメンバー募集してもいいけどな、うん、東京オールバッカーズ入る人いける。ちょっと劇団員ファンコはちょ待ったよ、マユティラックスフンドやん。ほら、おいで。あ、違う違う。危ないよ。ラックスフンドやん。昔買ったわ。うそ。ほんま。ちょっと、抱っこして。噛めへん。え？噛めへん。ちょっとね、あの人見知り、男の人嫌苦手だから、ちょっと一回抱きしめて。わ、怖い怖い。の、嫌、めちゃくちゃ気持ちいい。気持ちいい？うん、ふかふかしてる。ちょっとね、人見知りだからちょっともっと震えてるわ。震えてる、怖い。あ、震えてる。安心しろ、安心しろ。ママどこ行く？何、ちょっとね、あ、2匹おんの。うわ、あれ、歯に会ったことなかったっけ。ないないない。福ちゃんはね、人見知り。あの、福ちゃんどっち？福がこっちなんだけど。福ちゃんどっち？歯に行くチワワで、持ち方分かれへんの。この子がね、こっちが服。そう、男の人がね、うん、苦手なんで最初。お前よく見たら狛犬みたいな顔してるな。え？狛犬みたいな顔してるなお前。似てないよ。可愛いでしょ、福くん。ほら。ドワンコリオここ。え、こっちは何？あの種類は？チワワ、チワワ、チワワ。え、こっちチワワなここ。そうだよ。あ、そうなん。あんた目でかいな。かわいいでしょ。あ、ちょ、見えへん、ちょ、待って。この子な、この子よくベル出すの。もう最初からもずっと。あ、くせえ。そう、高いな、そんな人ら。もうおばあちゃん。おばあちゃんな。もう13歳。ベルばっかりして、喉乾いてんかな。ハニーはね、人が好きだけど、うん、服がね、これでも噛みへん。ちょっと待って、
これさ、ダックスフンドでさ、あれやんな、歩き方もなんかあれやんな、何変に歩いた感じになったっしか、足短いからどなかったっけ、ヘルニアか、うん、あ、ヘルニア、ヘルニア、あの、なんかこう、あんまり階段とか登っちゃいけないっていうね、うん、この子何歳、この子3歳、3歳なの、そう、この子あれ、総理の家男、そう、この子を取り合ってた、うん、総理と、あ、そうなん、そう、ちょっと緊張、緊張する、解いてきたんじゃない、いける、あんた、俺が大阪のどんやで、俺が、あ、でも通じ合ってきたかもしれない、ほら、大丈夫だよ、福ちゃんだけ、福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 、大丈夫、ほら、俺嫌われてる、これまだ、もうちょっとかな、嫌われてる、おで、男がね、あとちょっと体がでかいからね、俺、そう、あ、怖がってる、犬、人見知り、車やからな、フック、フック、フック、嫌なの、嫌なの、ちょっと待ってよ、こっち来いよ、フック、嫌なんだ、フクちゃん、男がね、ハニー男大好き、これ女の子、女の子、女の子、え、服は女好きだからさ、これさ、犬ってどうやって持ったらいいの、まずそこやな、俺、え、こうでいいの、どうだろう、ここにさ、犬の肉が、うん、ワンコ、うん、持ち方分かれんねん、え、飼ったことない、いや、あんねんけど、うん、忘れた、俺でさ、赤ちゃんみたいな、ほら、それでの、うん、赤ちゃんだと思って、人間の、うん、これさ、俺、あの、オスやんか、うん、服、うん、パンパンだ、どうすんの、あ、去勢してるから、あ、去勢してるんや、そう、パンパンとかない、もう、タンクがもう、タンクだし、そう、うわ、これやってね、イギリスを、イギリスの写真これやろ、これ、これじゃなかった、あ、なんかあったね、うん、あ、じゃあハニーはちょっと息臭いかもね、こっち、うん、福ちゃん、そうでも年だからな、ハニーはもうそんなに匂いせえへんねんな、うん、まあ、俺久々に犬とか触った、俺マジで癒されるっしょ、犬苦手、苦手じゃん、全然、可愛らしいな、犬可愛いっしょ、で、あのね、T シャツがさ、うん、もうちょっと今さっき在庫見たらさ、うん、もうなくってね、全然 M と L がちょうど渡せたから M と L 持ってきたずっとベロ出してるやん、お前、これ、そうそう、あかんくせ、もうこれはもう閉まんない、ずっとベロ出してる、この子、ちょっと小型犬ね、ベロ出てる子多いよね、うん、うん、俺昔さ、うん、あの仕事の帰りチャリンコでな、うん、傘さしながらさ、帰っとってんか、うん、あ、雨やで、うん、散歩した犬をってさ、うん、一気に吠えられんのよ、ギャ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 ってびっくりした俺さ、そのまま出て電信ました、激突した俺ご飯って忘れもせんわ、それ犬苦手なんだ、じゃあ苦手ではないけどな、いきなり吠えられてん、うん、散歩してる犬に、で、うん、僕不安なんだね、心配性だから、福ちゃん、はるこさんちのち、チワワってのにベロ出すもんなの、出せへんな、本当にだから小型犬、うん、ティーカッププードルとかさ、うん、もうベロ出てる子多いよ、どこ履いてるの、え、どこ履いてる、ハニー、うん、いや、じゃあ別にもう、なんだろう、
ベロが乾燥してんの、うん、通常やめろ。大変な動物かもしれんけど、まあね、だから配信者でさ、うん、言われるな、言われるんだよ、動物愛護団体が疲れちゃうよ、本当に、うん、だからさっきもさ、うん、犬をね、うん、放置してさ、うん、外出てとかね、うん、子供なのかいっすよ、お前、うん、ねえ、そんな何時間も外出てないけどさ、大変、ぶち込んでやん、え、ぶち込んでやん、まあね、でもなんかこうブロックしすぎるとさ、うん、なんかこう逆上するパターン多くない？だからある程度枠きれいにして抑制かけなさ。まあね、うん、全然調子乗って何もよくんで。確かに、うん、あ、ここのホース枠でこんなんだったらあの、うん、なんちゅうの、あ、ぶち込まれるなっていうのをさ、うんうん、認識させな。ねえ、歯にうっとりしてる。これだから、これに、うわ、うっとりしてるわ、ちょっと見せたい。うん、掘れた、うっとりしてる。好きになったか、こっち見ろよ、かわいい、通じてるじゃん、こっち見ろよ、嫌だって、嫌だって。かわいい。かわいい。あ、嫌だって。嫌だって。あんたどこだとペロペロ舐めんな、ほんまもう。どこだと。あ、なんか気になってきてるじゃん。おー、気になった？気になってる俺のこと。うん、気になってる、やっと。いい木での結構大変だな。大変だよ。絶対大変だもんね。うん。うん、あ、いいじゃん。まあ、閲覧2匹。うん。2匹。普段車の中のあれか気になるかな。うん、どうなの。最初ブーッ俺だもんな。交換とかこれ。交換よし。うん。交換よし。そうだね、懐いたね、やっと馴染んだ一瞬やん、うん、最初だけ福ちゃんは人見知り、そう、じゃそうそう、おいとまするか、うん、じゃあな、あのゆわちゃんにも T シャツあげるよ、うん、M と L だからね、まあ、でもこれちょっとでかいから、 M と L な、 M と L、 ちょっといい、はにいいから順番の。この中に。お肉、この中入れるの？そう。マジで？うん。皆さんよかったらナイスお願いします。ナイス お願いしますわんて。あ、こう。オッケーオッケー。こっち、こっちは？これそのまんま。あ、この子まんまでいくの？うん。よいしょ。気ぃつけよ。テンソさんありがとう、ありがとう、楽しかったよ、ありがとう、うん、テンソさんのリスナーさんもありがとうね、みんなありがとう言って、まえちゃんに今日は出演ありがとうって、ありがとうございました、うん、OK、 配信つけよ、まえちゃん、いや私はいいや、なんでよ、するでしょテンソさん、いやもう乾燥ね、これ乾燥してまたね、うん、いや乾燥しか分からへん、えつけ、どうせ配信すんだよ、書いて、いや、わか、やらないと思う、やってやん、やらない、明日ね、明日早いんだよな、アホな、うん、まあ場面だね、場面、じゃあありがとう、テンソさんもまたね、ありがとう、バイセコーって、バイセコー、お邪魔しました、ありがとう、まゆちゃん、うん、またなんかって言うて、うん、よいしょ、うんこくわさしな、たまに、うんこ、うん、うんこ出るかな、よいしょ、そのうんこちゃうで、うん、じゃあね、ありがとう、ありがとう、お邪魔しました。ありがとうございました。はい。
これがオールバッカーズです。東京リアルンが、あ、勘違いしんかな。リアルンこと。で一応もらったよ、まゆちゃんの T シャツね。これね、まゆサンシャイン。まゆサンシャインね。いや、これは、ちょっと今、綺麗は白と黒。うん。まゆサンシャイン。M と、L と M ね。白黒。嫌味ないな、まゆちゃん、全然。うん。全く嫌味ない。なんか枠結構荒れるんかと思ったらそんな荒れんかったしな。そこまで炎上せんかったしな。普通はね、なんかあんなこうなんなんだけど、それもエンタメはな、分かってるからな、やりよいよ。あ、まゆちゃん好きな人ね。うんうん、フォローしてね、てんちゃんも。どうしよう、配信しようかな、次、字幕なんかあんの。とりあえずちょっとさ、タバコ買わなあかんの、俺。あ、もう平和やったやろ。枠自体は炎上するかもだけど、動くわ、ここマジでわけわからんところだからさ。あ、今日ロビサンバーやったんや、もう知らんかったそれ。結構あれやな、まゆちゃんのリスナーさんとか結構あれやね、結構受け入れてくれるね。他の配信者とかやったらさ、結構荒れるんやけどさ、まゆちゃん全然荒れんかったわ、そこまで。意外と荒れずに済んだよな。ちゃうからね、一番理想やでな。一番理想。あと宣伝いいですか、宣伝。この場で宣伝。9月のね、11、12で、機長くんとね、関慎吾と3人でね、グランピング行くんで、またその時のね、配信もね、ちょっと見てね、みんな。グランピング。ヨシエさんはけえへんかな？わからん。9月の11、12。
場所はね、埼玉県ってどこか知らない場所は、したいけど、これ運転車無理やんか、これ。一回ちょっとどっか止まってやな、体勢立て直してそっから配信つけようかな。あ、シロ君で来週予定は別に今は11、12、13以外やったらいけるよ、うん、11、12、13以外やったら。ロビサンバーでもなんかあるかいな、何もないもんな。時間も時間やし遅いやん、もうじゃない。わちゃわちゃしてたら終わると思うで。やったらもう止まって探すかな、こっちで違うどん。あ、終わる？取り寄せね、またつけるわ放送。最後ナイス押してね、みんな。ナイス、ありがとう。まゆちゃん、リスさんさんもね、ありがとうございました。タコタコ。